はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。みんなでバトルやっていきましょう。でね、話変わるけど、この前さ、実写動画あげたよね。あの動画にね、コメントくださった皆様ありがとうございます。意外と批判されるようなコメントもなくて、みんな優しいなって思うようなコメントがたくさんあって、あの、あげた僕もね、あげてよかったなって思いました。実写の質問コーナーをあげたあたりから、なんか実写やってくださいっていうコメントもね、ちょいちょいいただいてて、まあ本来の動画はゲーム実況なんだけど、初めて実写をあげてね、また実写動画をあげてくださいっていう言葉はね、とても嬉しかったです。まあ結構実写動画って慣れてなくて時間かかっちゃうから、またね、今度時間があれば撮っていきたいと思います。それじゃあやっていこっか。S プラスいるわ、しれっと。ずっとなんかこう話してて気づかんかったけど、S プラスいるね。キノピコが S プラスだな。やつには気をつけろ。あ、待って、これ。俺はマリオね。俺はマリオだ。よし、待って。あははマリオいっちゃう、最後じゃん。待って、これは一直線ルートか、もしかして。そうっぽいよね。あ、絶対そうやん、これ。キノピコ勝ち。あ、違う。ブンブンいる。よし、これは、これは死ぬのはまずい。よし、そしてで、ここでか鍵を奪え。俺、あー惜しい。待って待って、なんで俺飛ばされた。これ殺されるくない。俺は気をつければいい、気をつければいいんだ。よし、あー待って、危ない危ない。よし、下のスターを取りたいけど、くっそー、あのスターまでもうちょっと経ったんだけどな。あのスターさえ取ってしまえば絶対勝てるんだけど、クッパに。キノピコ行くかな、みんな待って。あ、危ね、こんなところまで来んの。よし、オッケー。で、あとこれ当たってもいいよね。よし、あー惜しい、くっそー。あ、待って、右にドアがあるで。今右にドアあったね。よし、みんなこっちに来るんだ。キノピコは、キノピコはゴールするかな。なんつったって S プラスだもんね。やっぱりか。あダメだ、さすがだな、キノピコ。てか、あのスター取っても多分無理だったよね、今思ったら。あのスター取ったら上に上がれんくなるよね。マイナス6か、まあいいでしょう。 S プラスに負けてもそんなにポイント減らんのかな。それじゃあ次は、お、S だけじゃん。キノピコね。なんかみんなね、持ってない服をね、俺が持ってない服をいっぱい持ってんだよね。どっから手に入れてんだろう。これは、あのカキボウを倒したやつがいいってことかな。でもね、これは、いや、上から行ったぞ、ルイージ。危ない、危ない。よし。オッケー。あー、マジか!マジかよー。めっちゃずるそれ。まあ上から行けばもしかしたらゴールかなとか思ったけど、やばい、マイナス10、もう16も減ったわ。最初始めた時4184だったよね。今日それ以下にならなかったらいいけど、ここらでそろそろ勝っとかないと。1回勝っても20ちょっとぐらいしか増えないから、3回ぐらい負けたらね、もう結構きついんだよね、取り戻すのが。見て、あんなパックンの被り物とか持ってないもん。キノピコが今被ってたけど。欲しいんだけど、あんなん。もう飽きたんだけど、俺のアバター。さて、あ、これ難しそうだ。どうしようか。よし、待って待って。これはまずい。あ、待って待って。これ、ちょっと、ははっ。よし。あ、待って待って。これみんな、右に行けないんだけど。よし、オッケー。で、ここ取っておこう。オッケー。あ、待って、邪魔なんだけど。めっちゃ邪魔なんだけど。ちょっと待って、よし。あー、ちょっと待って。マジ邪魔なんだけど。あー、嘘!キノピオーまさか投げられるとは思っても見らんかったな。やられたな。よし。俺も同じことしてやったぜ。よし。じゃあ、ここ、渡ろう。よし、オッケー。あ、え、嘘!早っ!やばい、全然勝てん。今日全然勝てんわー。マイナス10、やば、どんどん減ってきてる。
まあ158あれば一時ね永代に下がることはないと思うけど、俺が目指してるのは S プラスだからね。こんなんじゃ遠いわ S プラス。こんなところで手こずるようじゃ俺には S プラスはまだ早いってことか。やばい、これは俺が一番レート上じゃん。これはね勝ちたい。クリスマス、さっきからいいね、なんか題名シンプルで。さてクリスマスっぽいやつが出てきたね。あ待って、あなんで俺はいつも一番後ろなんだ。オッケーで上、あ上じゃないのか、上じゃないのか、やっぱり。よし、じゃあ右に行こう。オッケー、よしで、あ待って待って、俺こんなんある、もうもうちょっとさ張り合いのあるステージをやりたいんだけど。最初のね一ステージ目は良かったよ、なかなかね張り合いのあるっていうか、あれもうほんと実力差って感じだけど、これはないわ。意外とね長距離ステージの方が勝てる気がすんだよね俺。長いステージの方がね意外と勝ってる気がするんだよね。まあ今のはゴールできたから良かったけどね。メインイーストレベルか、イーシストレベルかな。そろそろね普通のまともなコース出てきてほしい。これ普通っぽいぞ。よし、オッケー、よし、いいね、これはいいぞ。あ、こっちでいいの、やった、いい。ルイージルイージバカめ、オッケー。あ、待って、鈴取ればよかったな。でもいいか、ここでね右の中間ポイントを取りたいところだけど。よし、オッケー。そしてどこだ俺は。あ、待って、危ない危ない、よし、あ、待って、危ない、これに乗っていくか俺は。よし、オッケー、よし、行け、これは早いんだぞ。キナピオ、あ、キナピコかよし、これであいつを追い抜いてやれ。よし、早く早く行ってくれ。マジか、待って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 、お化け屋敷、俺中間ポイント取ってないから結構怖いんだけど。そしてラグがやべえ、ラグがマジでやべえ。おお待って、あいつを倒せってこと、倒してくれ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、よしよしよし、待って、これを攻撃するのはやめて、俺持ってないから、俺チビだから、俺だけチビだから。待って、危ない危ない、あーやっぱりか、猫取っておけばよかったな。これは負けたかな。いや今からでも遅くはない、俺はね今からでも遅くはないってことを証明できないできねえ、くそー、また負けた、やばい、全負けじゃん今回。え、俺だけ、え、俺だけやん、みんなゴールしてんのに俺だけやん。やばい、こんな下手くそな動画をねみんなに見せらんない、マジで見せらんない。この動画をね上げていいのか悩むレベルやわ。どうしよう、タイトル名全負けでいいやか、もう。ちょっと待って、マジでやばいこれ、一回は勝ちたいよね、せめて一回ぐらいみんなにいいとこ見せたいな。やば、あの黒棒右、あのフガシと似てんだけど、テクニカルチャレンジかな、シャープ19。この人何個出してんだ、待って待って、これ待って、難しそう、めっちゃ難しそう。ちょっと待って、これまずい、これやばい、これやばい。え、なんこれ一画面だけど、どうしよう、ここでいいのかな。え、待って待って、え、待って待って、は、え、どうすりゃいいのこれ、え、これどうしようもねくね、これみんなでやり直し、上のパウかな、ダメだ、あ、タイムアップ、うわこのステージの行き方がわかんねえ。俺一人でもクリアできたかな、ここちょっと一人でやってみたいね、今のコースクリアできるまでどうやってするんだろう。よし、ラストバトル、これでねラストバトルにします。いや今日はほんと悔しいぐらい負けまくってる。最後はぜひ勝ちたいところではあるけど、あの A のね、あのマリオ新人ホヤホヤだぞ、 S になったばっかりと思うか、成り下がってここまで来たか、どっちかだな。これは勝ちたい、俺の得意のニューマリだから勝ちたいよね。よし、これを取りっておこう。よし、オッケー、よしで、あーいいね、待って待って、あ嘘、よし、オッケーオッケーオッケーよし、オッケー、よしよし、最後は勝った、よし、嘘、やったやった
い金だよみんな。俺めっちゃ嬉しいんだけど、結局トータル下がってるけど、最後に勝てたからいい。